はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、また酎ハイ、サントリーの、豊潤巨峰のお酒。限定出荷。マイナス196度シリーズ。アルコール度数 5%。巨峰新石酒使用。長野県の強化、栄果樹園かな、長野県栄果樹園で育てられた巨峰だけを使用。巨峰ならではの芳醇な香りとみずみずしい華やかな美味しさをお届けします。原材料名が、巨峰とスピリッツと糖類と酸味料と香料とブドウ色素と炭酸ガスとなってます。うん。巨峰は美味しいよね。少なくとも、あれはね、生のやつはね。チューハイはどうかしら。チューハイは知らんけど。巨峰はうまいな。さすがに。巨峰はブドウの王様。今日つまみは、三幸の柿の種の北海道昆布醤油味です。ご当地巡り北海道編、日高昆布醤油使用。三幸製菓。三幸製菓、これちなみに新潟市の北区の、ね、会社です。まあ、有名ですね。三幸製菓と亀田の柿の種とかはかなり有名ですけど、あれ新潟です。新潟に本店なのか、新潟しか売ってないのか知らないけど。いや、さすがに新潟だけしか売ってないってことはないわ。まあ、新潟に本店を置く、まあ、お菓子メーカー。あれですね。お菓子メーカーとか、ベーカーとか、有名ね。ベーカーが有名だからな。あんまり食わないけど、ベーカーって。そんじゃ、いただきまーす。うん。普通の醤油味だこれ。うん、なんか普通の醤油味。あんまうまくねえな。別にこれといって違いがわからん。それじゃあ乾杯。まあ普通のグレープ味のチューハイ。三幸製菓。まあ俺、柿の種は俺好きなんですけど、ただ三幸製菓の柿の種っていうよりは、俺が好きなのは、亀田の柿の種のわさび味が大好き。うん。いや、柿の種はね、大体あれしか食わない。うん。結構つまみになる。ただ、三幸製菓で有名なのは、餅じゃね？多分、お餅とか、あとあれか。雪の宿とかね。
雪の宿。多分、参考成果は、あれ、これ持ち出してなかったっけ？持ち出なかったっけ？あれは越後成果か。ピンポーン、越後成果ってやつ、ね。あれも新潟ですよ。なんか同じような名前してやがるな。越後製菓、三幸製菓。いや、同じっていうか、ただ、製菓があれなのか。製菓ってついてるだけか。なんか、この三幸製菓のこれ美味しいんだよ。あのね、越後たる焼きっていうせんべい。なんですけど、越後たる焼きっていう、100円ぐらいで買える、割とね、いいでかさの、100円ぐらいで大体売ってる 111g。片焼きせんべいね。これ美味しいんだよ、片焼きせんべい。これ大好きなんですよね。醤油味とごま味と、うまみ塩味っていうのがある。これ美味しいよ。うん。普通にうまい。片焼きなんで、せんべいなんだけど、硬い。結構硬い。なんで、たまに食いたくなる。このうまみ塩味、食いてえな。100均とかで大体売ってます。これ美味しい。コスパが高い。100円で買えて結構どっさり入ってるんで。うん。これはうまい。うん。あとなんかいいのあるかな？もう柿の種って言ったら三幸製菓よが、あれだからね、カメラだからね。この会社多分柿の種作らなくていいんじゃない？もうどうせカメラに勝てねえから。うん。別の方面で行った方がいいと思う。もう柿の種って言ったらカメラだからね。うん。少なくとも。なんかいろいろ、柿の種とか出してるみたいですけど、この会社。微妙だね。掃除機言うと、残念だ。立てない。やっぱ柿の種は亀だ。亀田の柿の種の、しかも、わさび味が一番うまい。うますぎる。あれはマジで、酒飲みにはね、ビールとかにね、めっちゃうまいよ。合うよ、あれは。亀田製菓。亀田製菓のね、亀田製菓もこれもに、あれだろ、新潟市内かな。これは大手ですよ。ハッピーターンとか、ポタポタ焼きとかですか。他に有名なんだ。カメラの柿の種うまいよな。
まあ、大体柿の種っていうのはあれ、あれじゃなかった。新潟限定じゃな、新潟のあの、発祥の地じゃなかった。柿の種って。わかんないけど。ハッピーターンも美味しいよね。ああ、ハッピーターンのなんかパワーちゃうわ。なんか 250% 増量とか。うん。まあ、ハッピーターン普通にうまい。うまいけど、これ酒には合わんな。口どけハッピーターンなんてのもある。これなんだ。まあ、亀田製菓。あとそう、新潟で有名な。お菓子メーカーといえば、ブルボンですよ。ブルボン知らなかったでしょ皆さん。ブルボンはあれ、新潟市、新潟。ブルボン。新潟県。ブルボンで、俺が好きなのは、やはり、トリュフ。チョコレートのトリュフ。あとは、あれか。ルマンドとかのやつ。ルマンドとか、ホワイトロリータとか、ブランチュールとか、ガトーレーズンとかね。いろいろありますけど。うん。美味しいよね。あと、エリーゼとかもある。そして、あとは、クッキーとかもあるね。アルフォートとか、ブランチュールとか、ね。うん。うまいね。これうまいね。これはお茶受けじゃなくて、コーヒーと一緒に食べたい。うん。もんですけど。うん。天然水とかも売ってるんだ。ああ、アナと雪の女王の天然水とか無駄にあったな。これブルボンだったのか。イオン水とか。よくわかんないね、これ。イオン水とかさ。何これって感じで。別に飲んでも別にただの水なんで、その天然水と 何が違うんだかわかんない。全然わかんない。アーモンドキャラメルポップコーン。ああ、これ美味しいよね。アーモンドキャラメルポップコーンって最近なんかいろいろ出てますけど。俺あの渋谷の本店の方のやつ食べたんですけど。なんだっけ。渋谷にある
超人気ポップコーン店があるんですが、それですね、お土産にもらったことがあって食べたんですけど、それで初めてこのキャラメルポップコーンっていうのを食べたんですが、すげえうまかったね。あのセブンイレブンでもね、このアーモンドね、キャラメルポップコーンっていう売ってるんで、あのキャラメルポップコーン一回食べてみたらハマるかもしれないです。ものすごいあのキャラメルがむちゃくちゃついてるやつね、ポップコーンにドラーっとついてるやつなんですけど、ただね、ポップコーンってね、俺ね、嫌なのがね、あのパクって食べて、ガリガリって食べて、なんか芯みたいなの残るときあるでしょ。10個に1個ぐらいなんか、芯が残る。あれが嫌なの。あの、硬いのが残るの。あれ、なんとかしてくれよ。マジで。まあ、セブンイレブンのね、あの、セブン&アイのやつでね、200円ぐらいでね、このアーモンド、違う、キャラメルポップコーンっていうのが売ってて、セブンプレミアムのやつ。あれもむちゃくちゃ美味しいんで、まあぜひね、食べてみてはいかがでしょうか。あれの発祥は結局多分、渋谷にあるなんかね、なんかポップコーン店があって、名前忘れたんですけど、あの、毎日行列ができるっていうやつね。ただし、ものすごい、まあ、高いっていうか、結構高い。うん。無駄に高かったりするんだけど。まあ、普通に美味しい。ただ、まあ、高い。あれ買うんだったら、ちょっと普通の、さあ、あの、セブン&アイのやつ買った方がいいと思うわ。別に大して、あれだもん。大して、違いがよくわからん。違いがよくわからん人間なんで。はい、ということで、ね、こちら、2433です。ご視聴ありがとうございました。